ラジオラビートパーソナリティの松田恵子です。ここからの時間はプレミアインタビューラブリンク。このエリアで活躍しているさまざまなジャンルの方にお話を伺っていきます。お楽しみに。この番組は地域とつながる、あなたにつながるひまわりネットワークの提供でお送りします。ひまわりネットワークの無料スマホアプリ、ひまわりアプリ新登場。お出かけ前の天候、道路状況はもちろん、災害時の河川の様子もチェックできます。お得なプレゼントやイベント情報もお届け。今すぐひまわりアプリで検索検索。プレミアインタビューラブリンク、今週は金殿流大正ごと原宗会会主倉地玄宗さんと自席の倉地隆さんにお話を伺っていきます。ここからは大正ごとという楽器や大正ごととの出会いなどについてお聞きしていきます。それでは今週のお客様です。金殿流大正ごと原宗会会主の倉地玄宗さん、そして自席の倉地隆さんをお迎えしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。まずこの大正ごとという楽器についてもうご存知の方ももちろん多いんですが、名前は聞いてるけど詳しくは知らないんだよねっていう方は多いと思いますので、まずその楽器について教えてもらっていいですか。はい、そうですね、まあ、大正ごとっていうその名前の通り、もう大正の頭頃にですね、はい、日本人の人が森田五郎っていう方がですね考案されまして、はい、ちょうどこの愛知県 の, 名古屋市、大須、そこのですね森田屋旅館というね、その旅館の息子さんで、はいはい、民的というね横笛なんですけど、はい、その、まあ、名手ということで、その民的一つを携えて、まあ、世界各国を巡っておられた、そういう人なんですね。それでまあ、外国にそういう形で演奏のために出かけるごとにですね、日本のそのまあ音楽文化が非常に遅れてるということをね痛切に感じられて、それで帰国後にまあ要するにタイプライターのキーに一弦琴という上ごとのちょっとこう小さい、そういったものを組み合わせて、それでその大正ごとっていうのを考案されたわけですよ。はい、名古屋大須の方、そうですね、森田五郎さんが大正の初めに考案した楽器が大正ごと、そういうことなんですね。じゃあ普通 の, 和楽器であることとは、はいはい、まあ、全く別の楽器、全然ということですね。あれはね和楽器というふうに考えられてるんですけど、まあ、実はね洋楽器なんですよね。はい、はい、要するに左手でこう操作するキーですね、ボタンですね、はい、それはドレミファソラシドのピアノの音階と同じ鍵盤と同じ並びになってますね。はい、でまあピアノの場合は88鍵ですけども、はい、大正ごとは27鍵になってますけどね。はい、いわゆるタイプライターの丸いのですね、ついてって、はい、それで左手でそこを押さえながら、はい、そういうことですよね。でも押さえてすぐ音が出るわけじゃなくて、はい、弦もあって、もちろん右手はねギターと同じように、ピック爪ですね、それで弾いて、音を鳴らすと。ということは、はい、鍵盤と弦とっていう、はい、鍵盤楽器と弦楽器とが合体したような感じ、まあ、そういうことですね。右手の場合はもうギターに近いということね、左手は、まあ、ピアノもしくはまあ、それに類した鍵盤楽器、ということの合体ですね。なるほど、はい、大きさはどれぐらいになりますか。大きさはですね大体70センチ前後、うん、はい、もうちょっと大きいものもありますが。そうですか、はい、種類もたくさんあるんですか。で昔は、まあ、ソプラノというね音の一番高い楽器ということで普及したんですけども、私どものですねその所属する、金殿流っていうね、その流派の、まあ、創始者の方が、はい、合奏というものを目指して、はい、そして4種類の、楽器を作りまして、
ということはソプラノ、はい、ソプラノアルト、テナー、ベース、ベース、はい、いわゆる、ね、合唱の場合ね、ソプラノアルト、テナール、バスと言いますけどね、それと全く同じ形で、で対象ごとだけで、アンサンブルができるという、そういうあのスタイルを考案されましたね、はい。プレミアインタビューラブリンク、今週は金殿流大正琴研修会会主倉地玄秀さんと自席の倉地隆さんにいろいろとお話を伺っています。はい、じゃあその研修会というものについて、はいはい、今度は聞いていこうと思うんですが、はい、いろんな流派がやっぱり大正琴もあるんですよね。はいはい、そうですね。で、の倉地玄秀さんは金殿流大正琴と研修会の会主、はいはい、そういうことになりますね。はい、そういうことですね。はい、まずその研修会について、はい、まあ、どんな特徴があるのか。研修会っていうのはですね、まあ、当然あの私の名前がね、あの玄秀という画号ですので、はい、その画号をもとにして研修会という会を組織したんですけれども、それが何年ぐらい前、はい、40年ぐらい前、ね、40年前、はい、そうですか。はいはい、そしてあの息子さんが、まあ、高橋さんなわけですが、はい、高橋さんから見てどうですか、お父様のこの若々しさ。ええ、
やっぱりこう人前に出る仕事なのか、まあ元々あるものなのか、はい、やっぱり若くは見えますね。ですよね。やはりこう常にこう音楽と接しているっていうのもあると思いますしね。あとたくさんの女性に囲まれてっていうこともあるのかもしれませんね。さあ話をそれてしまいました。さあこの辺りだともちろんトヨタ支部があり、はいはいはい、あとは近くだと、はい、まあ、知立支部ですね、はい、それから名古屋支部、それから美北、ね、美北っていうと、はい、まあね名古屋から西または北の方ですよね、はい、それからあとは新城、はい、ね、でから宝来刈谷がありました。あ、はい、たくさんありますね、はい、だからね、まあ、そうやって数えていくとね、随分たくさんあるなと思いますけどね。まあそれでもなんていうかな、やっぱりそういうそれぞれの地域においてですね、発表会支部大会っていうのはねやるんですけれども、はい、一堂に会してっていうのはね、これがやっぱり交流の場としては最高だなと。そうですね、いうことがありまして、年に1回中央大会っていうのを設けましてね、はい、今年でありがたいことにもう35回大会ということでね。そうですか、はい、いつもだいたい秋シーズンに、ね、そうですね、やってらっしゃいますけれども、はい、はい、さあそれではここからはですね、元秀先生について、うん、個人についてちょっと聞いていきたいと思うんですが、はい、いや怖い。まず、はい、元秀先生は、はい、そもそも大正ごと、はい、まあ、40年前にっておっしゃいましたけれども、はいはいはい、まあ、その前は何をされてたんですか。まあ、作曲を手掛けておりましたので、20代の前半からね、作曲家として、はい、それでクラシックギターとか、まあ、ピアノとか、はい、まあ、そういったものをちょっとずつやっておりましてね、まあ、ギターとかピアノとか、まあ、そんなに大してうまくもないんですけど も、 でも当時、まあ、その時代でしたから、ね、やってらっしゃる方ってそんなに、まあ、ピアノ教室ギター教室とかね、そんなものもやりながら、それで大正ごとっていうのはうちの私のおじきで親父の弟なんですけど、まあ、その人が昔からその大正ごと堪能でしてね、はい、で子供の時からずっとそのおじきのね大正ごとの演奏っていうのをね見てたんですよ、とてもその達者な演奏でしたけどね。それで大正ごとそのものは身近にあったものですから違和感はなかったんですね。その、まあ、大正ごとを生業にするというね、はい、そういうことについての違和感っていうのは私にはなかったですね。何がきっかけで大正ごと行こうって思ったんですか。あ、それはやっぱりうちでその、まあ、もちろん家業っていうのはあったんですけども、はい、家業の手伝いをしながらでしたけど、そういう音楽教室やってて、自分のうちに生徒さんがなんていうのかな、この習いに、その足を運ばれるわけですよね。でそうすると自分自身が外へ出て人と関わるっていう、そういう積極性はないわけですよね。だからまあ、ふっとこう思いましてね、いやちょっと外へ出てみたいなと、ね、人と接触するその、機会を多く持って、もう少し世間広めたいなというような気持ちがありまして、そうしたらたまたまですけども新聞に大正ごとの、先生募集というのが出てまして、それが金田流だったんですよ、まあ、ちょうど金田流が、はい、まあ、他の地方に営業所出張所というんですかね、まあ、そういったものをこう置くようになって、まあ、たまたまそういう募集のね、記事が出てたん でうちの家内が見つけて行ってきたらっていうもんですからね。で私もうーんと思ったんですけど、まあじゃあ行ってみようかっていうね、軽い気持ちで行きまして、そしたら条件ですけど洋楽堪能な人ね、それから大正ごとが弾ける人、もちろん大正ごとを弾けるだけじゃないか、教えられる人、教える人ね、教えることができる人、車に乗れる人、そんなような条件だったんですよ。まあ全部クリアですから、じゃあ明日から教室出てくださいという感じで、はい、で最初は教室を2つ3つ、うん、あてがわれまして、で昔普及員という人がいたんですよね、はい、それでその人に連れられて2つ3つの教室行きまして、
じゃあ次から倉井先生お願いしますって言われて、そこから始まったんですね。それからあとも自分で、まあ、ブームもあったんですね。そういう対処ことブームっていうのがね、ちょうど景気が上向いてた時代でしたよね、はい、高度経済成長の時代 で、だから、はい、そういうこともあって、で結構対処こと面白いぞと、うん、でもう一つは農協婦人部っていうのがね、はい、ものすごくこう力を持ってやってらして、でその農協婦人部のその活動として、うん、対処ことを取り入れようというような動きが非常に大きくて、まあそれがきっかけになって、でいろんな農協さんのその会場をお借りしたりして、で、農協婦人部っていうものを母体にしてまあ、支部が、はい、拡大していったっていうのが原集会のスタート、今のスタートラインですね。そうですね、はい。
プレミアインタビューラブリンク。今週は金殿流大正ごと元秀会会主倉知元秀さんと自席の倉知孝さんにいろいろとお話を伺っています。ここからは主催されている会についてお聞きしていきます。若々しい元秀先生が、まあ、会主であるこの元秀会、はい、じゃあ教えてください、はい。40年、近く前に元秀会っていうものを組織しまして、はい、それで愛知県全域に一応今もそうですけど支部がありまして、はい、それでまあその、支部をですね、どういう形で発展させていこうかというようなことをね、考えておりまして、でその元秀会というものをですね、まあ、一つの基盤にしまして、そしてそれぞれの支部に、まあ、支部長を置いて、お互いが、まあ、交流を図って、そして、まあ、広める形も取りながら交流の楽しさ、はい、でそういう中から音楽の文化を高めていけたらいいなと。でもう一つはですね、特に女性の方が発表会というもので表に出るってことは、まあ、ほとんどなかったんですね。特殊な40年前だったらそうですよね、まあ、特殊な習い事をね、まあ、昔からの、三味線とか民謡とかね、踊りとかそういったものを、やってらっしゃった方たちには別ですけれども、まあ、普通一般のね、ごく普通の、まあ女の人にとって、舞台に立つっていうことは、まあ、考えられないようなことでしたね、その時代はね、はい。ですから、まあ、いくらかでもそういう表舞台にね、立てる、はい、そういう機会を作ってあげようと、いうことをね、思い立ちまして、じゃあ、発表会のね、そのための、会場探し、また舞台作り、そういったものをね、本気でやってみようと。いうことが始まりになりまして、まあ、もちろん金殿流の中でもねやってらしたんですけど、他の先生方もね、ですけど、まあ、本格的なその大きなその、舞台を使ってっていうことはね、やはりあんまり聞かなかったんで、もう一つは私がですね、大正ごとを始めてちょこっと発表会やってみようかと思った頃にですね、あるところからちょっと私の耳に入ったんですけど、たかだか大正ことかっていうようなね、まあ、他の習い事をしてらっしゃる方の声がちらっと聞こえてきまして、あ、そういうことであればね、まあ、私として他の習い事と肩を並べて、これが、芸事だぞと習い事だぞというようなね、そういう域まで持っていきたいと、肩並べて言えるような、だからそれにはね、まず組織がなければいけない、はい、それから、同棲するんであれば立派な会場でなければいけないと、はい、まあ、それからうちの回復のですね、着物ですよね、帯付きでね、回復として揃えてらっしゃる方はどこもなかったんで、じゃあそれを進めてみようということでね、それで、まあ、これもうちの流派の話ですけどね、でそこから始まりまして、どうせやるんだったら大きいとこ、じゃあどこって、名古屋の市民会館だなとかね、はい、そういうことを思いまして、でそういうところに、まあ、その時代のね、まあ、女性の方はそれこそ教室にね、私たちが行くとね、あの方まだ見えないねって言うと、まだ田んぼに見えましたよみたいなねそんなような時代でしたよね、はい、ですから習い事ですって言ってことをね、持って、昼日中にその会場へ集まってくるっていうのがね、なんかこう世間体を考えてはばかれるというようなね、そういう時代でしたので、なんかちょっと隠れるように、はい、また夜ね、夜の教室がいいわとかね、そんなことでね、まあこそっと見えるようなね、そんな雰囲気の時代でした。なるほど、はい、今でこそ、女性たちもう大手振ってやってる、ね、自由にいろんな好きな趣味に取り組みっていう、そうです、で、ですから当時も先駆けですね、あ、そうですね、いわゆる主婦と言われる方たちは、はい、もう家の労働をするのが当たり前という時代であった、はい、そうです、そこで、はい、そうじゃないんだよって、一人の女性として輝く場があっていいんだよっていうのを提案した、はい、本当に先駆けですね、はい
やっぱり輝かなきゃダメなんです、うん、でどうでしたその発表会に出る女性たちっていうのは、はい、やはりですね私の思った通り、うん、舞台衣装っていうものをね、はい、やっぱり女性の方って憧れなんですよね、ですから、まあ、普段身につけられないものをつけて、はい、また年不相なんて言われるようなね、はい、そういった衣装でも舞台なら大丈夫なんです。そうですよね、はい、ですからそういう喜びとか楽しみとかそういうことをねいっぱいね覚えられたなと思います。プレミアインタビューラブリンク、今週は金殿流大正ごと元秀会会主倉知元秀さんと自席の倉知孝さんにいろいろとお話を伺っています。40年という長い年月、大正ごとの奏者として指導者として歩んでこられました。大正ごとというと古い硬いイメージを持つ方も多いと思うんですが、決してそうではなくて、型にはまらず新しいことを取り入れ、そして女性たちの輝きの場を提供する音楽なんですよね。この後も金殿流大正ごと元秀会会主倉知元秀さんと自席の倉知孝さんにいろいろとお話を伺っていきます。引き続きラジオのダイヤルは 78.6MHz ラジオラビートで。ひまわりネットワークの無料スマホアプリ、ひまわりアプリ新登場。お出かけ前の天候、道路状況はもちろん、災害時の河川の様子もチェックできます。お得なプレゼントやイベント情報もお届け。今すぐひまわりアプリで検索検索。プレミアインタビューラブリンク、今週は金殿流大正ごと元秀会会主倉知元秀さんと自席の倉知孝さんにいろいろとお話を伺っています。ここからは活動している上でのエピソードなどについてお聞きしていきます。お二人でこの金殿流大正ごと元秀会、本当に長年支えていらっしゃるわけなんですが、生半可なことじゃないと思うんですよ。この40年という月日、ずっと続けられるっていうことは、でどんなところがこう、
よくて続けてこられたかとか、なんかそういうのってあります？そうですね、まあ、あの人と接する機会を持ちたいっていう、ね、あの自分の気持ちとですね、うん、それからあのやはり、なんていうかな、その自分 の, その指導でもって、まあ、大人の、ね、女性の方があの真剣に取り組んでどんどんとこう上達されて、まあ、合奏ができるまでになるというね、普通では考えられないようなね、本当にドレミファも知らないとかね、楽器なんか触ったことがないとか、そういう人たちがね、あの学生さんのバンドより上手じゃないのとかね、そんな域まで達してると。で曲としてはあの本当に歌謡歌がクラシックね、童謡ポピュラー映画音楽、もう全て楽譜からなあれば何でもできるという、はい、そんなところまでねされるわけですよ。そうですね。でそれを見てるととっても楽しいんですね。なるほど、だからそれがまあ自分のまあ生きがいみたいな風になったのかなと思いますね。そうですか、はい、途中でもう辛いわって思うことも多々あると思うんですがそれはありますよ、あのやはりあの子供じゃなくて大人ですからね、はい、あのまあ言っちゃ悪いですけども、ちょっとしたいさかいみたいなのもね、あるわけですよ、はい、でそういうのにこう自分がね、間に入って、まあいいじゃないのとね、こうまあまあとかやってる時もね、ちょっと自分としてもきつい仕事だなと思うことは確かにありましたね音楽を教えるだけじゃないっていうね。そうですよね、まあ、とにかくあの、うん、合奏っていうのはそうですけど、はい、その仲のいいグループ、うんね、そういう人たちの和みのその音、ね、和音と言いますけどね、はい、そういう音がねあの本当にしっくりあうんの呼吸でね、出てくるというグループね、はい、これは素晴らしいと思うんですよね。やはりそういう音に現れるもんですか、うん、現れますね、そのグループの空気感というか。現れますね、はい、はい、そうですか、そういう、まあ、音楽、教えるだけではなく、うん、そして、まあ、人とのこうお付き合いももちろん大事で、でもやはりこう海舟元秀先生にですね魅力があるから、ああ皆さんがねこうついてきて先生に教えてもらいたいから長年ね続けてこられるっていう、だからご自身にも相当なこう人を引きつけるね、何かこう魅力がおありなんだろうなっていうのも、あの若くないと思いますしね。私のライバルは息子ですから素晴らしいことだなと思います。Thank you.
プレミアインタビューラブリンク。今週は金殿流大正ごと元秀会会主倉知元秀さんと自席の倉知隆さんにいろいろとお話を伺っています。隆さんはどうですか？はい、やはり年上の女性をね、指導するという立場で非常にいろいろ工夫されてると思うんですが、指導というのは正直自分の中ではというのは、今一緒にこうお顔を合わせて話をされてる方たちというのは、8割以上9割以上は私よりも年が多いわけで、それも60を境に、俗に言われる老後と言われるところにこう、次のステージへ、向かわれた人たちとお話をさせてもらっていて、で今自分はまだ当然こう働くということで生計を立ててるわけなんだけど、そういう自分がそういう年になった時にそういうことがやれてるっていうのはもう間違いなく、人生というかその中では成功されてる方たち で、そんな人たちに、こっちがそう言えることなんか当然何もないもんだから逆に教わることばかりだし、ですので、勉強させてもらえたらなと。で、たまたま自分は小さい頃から音楽触ってきてたんで、そういった中でこういろんな書物読んだりとか、そんなところで自分が持ってきた知識とか経験を噛み砕いて、その人たちが本読まなくてもこっちが分かる範囲で、伝えられれば、それで自分の仕事は終わりかなという。あと演奏する曲も、やはりご自身が知らない時代の曲多いじゃないですか。私自身もね、ずっと携わらせていただいても随分勉強させてもらいましたけれども、もちろんいい歌ではあるし、知れば知るほど素晴らしい歌だって、だから続いて歌い継がれてきてるんだって分かりますけれど、難しくないですか、そのあたり。自分の中で大きく2つに分けてて、まず1つ、音楽っていうのはその曲よしあしだけじゃなくて必ず思い出がスパイスでくっついてきてて、だから客観的に聴いていて、なぜこの曲が盛り上がったんだろうっていう、その部分の向こう側には、それを支えてきた人たちの経験だとか、その時その時の思い出が詰まってるんで、その部分はやっぱり邪魔しちゃいけないかなっていうのはいつも気にしてるのと、と同時にやっぱり私たちもそれを持ってきてるんで、若い頃聴いてたアイドルの曲でも、決してあの頃のアイドルは歌唱力が高い人ばかりではなかったんだけれど、でもその人たちの歌が流れてくると、やっぱり自分たちもその学生の頃の友達の顔だとか、そういうのが出てくるんで、やっぱりその部分を大事にしていきたいし、これからの子たちも多分同じように経験するだろうし、だからそこは触らないように。で、あとは大正ごとという楽器は他の楽器と違って、自分たちの曲を持ってないんで、和事であり三味線であり、それぞれ代表されるギターでもそうですけど、代表する曲、ギターなんかで言うとみんな禁じられた遊びをこぞってやったもんだし、ピアノが目の前で猫踏んじゃったら弾きますし、だけど大正ごとっていうそういうのがないんで、そうなると、年代的にそのぐらいの年代の曲が、大正ごとの曲として、でそれは大正ごとという楽器を媒体に次へ伝えていけたらな。だからそっちもどっちも大事にしないといけないかなと思いながらやってはいるんですけど、大正ごとという楽器、そして演奏は決しておばあちゃんたちの趣味という範疇じゃなく、もう一つの、なんて言うんでしょうね、本当に音楽、楽器として確立されてるし、レベルも素晴らしいし、で各たくさんの支部があって、そこのまた支部長さんがいて、組織が、すごくこう成り立ってるというか、素晴らしいですよね。もう自分がこう大正ごとを始めさせてもらってか、一番最初にその買い与えられた時から見ると、やっぱりことそのものも楽器だけじゃなくて技術も含めてだいぶ成長というか、で最初の頃は流派問わず大体こうカラオケといって後ろでね、音楽流しながら主旋律を、もしくはそうですか、正座しながらペシャンペシャンと童謡を弾く、俗に言うボケ防止というところからスタートしていて、ただそれが、合奏の形になって、よその楽器と一緒にメロディーを弾く楽器になって、最近ではやっとこう他の楽器の伴奏になれうる楽器まで成長してきたかな、だからその成長の過程をずっとこう
一緒に見てこれたところがあるんで、あ、うん、ずっとこう進化してきてるんですね。いや本当にね、クラシックなんかの演奏も、うん、オーケストラですかみたいなぐらいの ね、パートに分かれて、指揮者もいなくて、それですよね、どうやってね、もう感動しますいつも。プレミアインタビューラブリンク、今週は金殿流大正琴研修会会主倉知玄秀さんと自席の倉知隆さんにいろいろとお話を伺っています。ここからは今後の目標などについてお聞きしていきます。本当に精力的にね活動されてて、すごい時間
仕事してますよね。ハードスケジュールです。でそれこそいろんなものを犠牲にされながら、まあ、大将ごとにこう注いでこられたと思うんですが、さあそんなお二方、これからまだまだ進んでいくと思うんですけれども、はい、どんな風にしていきたいのか源州先生からお願いします。そうですね、やっぱりせっかく携わったことですし、うん、それから大将ごとがですね、まあ、今現在世界にも浸透しつつあるというね、うん、そういうことで楽器として音楽文化としてですね、もう根付いたかなっていう感じがしますよね。今世界でとおっしゃいましたが、はい、海外でも演奏されることがあるそうですね。うちの場合はもう毎年必ず 1,2 回は海外公演やってます、はい、すごく喜ばれるみたいですね。そうですね、やはり興味を持って見てくださるんです。だから、演奏しててもなんかこうそういう熱気がね、会場からの熱気がこう感じられるというか、楽しいもんですね。また海外に演奏に行くなんて、うん、それこそ、はい、ね、はい、それこそ40年前の女性たちからすると考えられないようなことが、そういうこと今はもうね現実になってるんですよ ね、うん、ね、ですよね、はい、ありがたいことですね。高橋先生はどうですか。その時代その時代でこうやれることを求められること、40年前は舞台に上がられることは珍しかった。でも今は別に大将ごとだけじゃなく、いろんなものでいろんな方たちが、それこそ SNN とか YouTube 等々を使わせてもらうと、もう全世界に自分たちの表現を発信できる時代になってきたんで、はい、うん、そんな中でも埋まらないようにね、埋もれてしまわないように、なんかこう一つ魅力が出せたらなと。でこれはもう演奏だけじゃなくてね、うん、人と人とのつながりも含めて、はい、うん、あくまでも媒体の一つであって、うん、道具の一つであって、自分の表現するものであったりとか、うん、だからその部分は大事にしたいかな。さっきも言ったすごく不完全な楽器なんですよね。だから弾き方一つで幾通りもの音が出せるわけで、だからそれらをこう使い分けしながら何かできたらとか、うん、意外とこう主役を張る楽器っていうのはたくさんあるような気がするんだけれど、はい、主役を立てる楽器っていうのはやっぱり楽器としてはかなり成熟したところになるんじゃないかな、うん、でそのところへやっと最近大正五島というのが来れたかな。だけどまだそれを表現する場所がないんで、だからなんかそういったものがやれたらいいな。というのは他の楽器とのコラボとかっていうことですか、うん、ちょっとまた違うパフォーマンスができるようになってるのかもしれないですね。だからそういうことを考えるとちょっとワクワク。そうですよね、私も関わらせてください。はい、どうもありがとうございました、はいはい。Thank you.
プレミアインタビューラブリンク。今週は金電流大正ごと研修会会主倉地玄秀さんと自席の倉地隆さんにいろいろとお話を伺いました。大正ごとはまだ不完全な楽器であり、いかようにも変化していく可能性がある。昔ながらの音楽をこれからの時代に伝えつつ、新しいジャンルにもチャレンジしていける夢のある楽器なんです。来週も素敵なゲストの方を迎えしてお話を伺っていきます。お楽しみに。ここまでのお相手はラジオラビートパーソナリティの松田恵子でした。この番組